もしもし、今日はつかぬ相談なんですけれど、冗談だと思わないでくださいね、真剣だから。風立ちぬっていう映画を宮さんが作ってるでしょ。その主役の声あんの方がいいんじゃないかってことになったのよ。オーディションに参加してほしいんですが、詳しくはメールで出します。はーい、やるって。はい、こちら回りましたのでお願いいたします。はい、うん、君たち気持ちくない？これを食べなさい。そこのお店で買ったばかりのシベリアです。それではすぐに時代遅れになるよ。翼面荷重は120平米。工作課から平間技師に来ていただきた、あ、すいません、工作課から平間技師に来ていただいた。分かった、もういい、上がってきて。はい、さあもうずれたりなんかするけど、まあそれは改善として、うん、まあ何回かあれば声の質とかそういうのはいけるいいんですか。うん、食べます。あ、まあ皆さんに言われちゃうことでこれはショッキングなニュースだね。ショッキングですね。俺もショッキングですでもね、やっぱりただもんじゃないんだよ堀越郎ってね。まあキスシーンもあるけどいいや。まあそこセリフやねえし、セリフないし、ええ、僕がやるわけじゃないし声に何考えてるか分かんないとこがあるからいいよ。それは褒めてるんですかね。つかめないですよね。もうちょっと嫌になっちゃったんですよ、いろいろ。役者さんですか。うん、役者さんがその声優じゃないんだけど、なんかね、みんな同じような感じで喋ってるんだよね、うん、相手の心を思いばかってばかり言ってね、分かってるふりをして、それで感じを出して、感じが出てる僕っていうね。あんなで行こう。はいはい、ちょっとこんなことになった人生21世紀だね